ナンバーアイ、テレビ進出の嵐。平野紫陽のドラマ主演話題沸騰。テレビ出演数急増の予感。平野紫陽が、ドラマ出演、決定化。主演予定の作品内容とは、ナンバー、アイの3人が揃った、バラエティ番組の出演情報も流出で、テレビ出演数はンプリ時代以上に。こんにちは、皆さん。カンプ摩擦の中、平野紫陽さんの活躍がますます注目を集めています。 元ジャニーズのキング・ア・プリンスを脱退し、ナンバー・アイの一員として新たな一歩を踏み出した彼は、その多彩ぶりでファンや妖怪から大きな期待を受けています。最初にお知らせしたいのは、平野さんのドラマ出演の可能性です。なんと、主演が予定されている作品があるとの噂が広まっています。これにより、彼の芸能活動はンプリ時代以上にテレビ出演が増え、ますます幅広くなるでしょう。 新たなグループ、ナンバーアイのメンバーとしての活動だけでなく、平野さんは個人的な活動でも輝いています。高級ブランド、ルイ・ヴィトンとのパートナーシップ契約や、イブ・サン・ローランのビューティーラインである、イブ・サン・ローラン大手のアジアアンバサダーに就任するなど、美容とファッションの分野でも成功を収めています。さらに、サントリーのジスの CM キャラクターとしての出演が話題になっています。東京や大阪で巨大な広告に登場し、 そのキャラクターとしてのコミカルな演技が視聴者から絶賛されています。これにより、平野さんのファン層が一層拡大していることは間違いありません。平野さんは今年に入り、w ッププロジェクトの発表が相次いでいます。昔のジャニーズ時代よりもさらなる成功を収めており、その影響力は大手企業からも高く評価されています。サントリーは彼の広告企業に力を入れ、水の主力商品としての展開を計画していることが伺えます。 これに加えて、平野さんはデジタルハリウッド大学の CM キャラクターにも起用され、一夜限りのスペシャルテレビ CM が放映される予定です。ファンはますます彼の活躍に期待が高まっており、その成功は止まることを知りません。そして、テレビ番組への進出も期待されています。ナンバーアイは YouTube やタイクトークなどのネット媒体をメインに活動していましたが、 今回の CM 出演がきっかけで、テレビ進出が一気に解禁されることが期待されています。平野さんのバラエティ番組出演や主演ドラマの企画が進行中との情報もあり、これからの彼の活躍にますます期待が高まります。ただし、注目されているのは平野さんだけではありません。ナンバーアイの他のメンバーも次々と活躍の場を広げており、ファンからは期待と同時にひきこもごもの声も上がっています。 しかし、これからの展開がますます楽しみですね。平野潮さんの再ブレイクの年となりそうな予感が漂っています。ファンや業界関係者はもちろん、一般の方々も期待している中、どんな未来が待っているのか、ワクワクドキドキです。これからの平野潮さんの活躍に、ますます注目していきましょう。